はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツツンです。ということで今回はドラマ的勝利、長澤復活の劇団、勝ち点3ゲットということで、これでまあ実質長崎との大一番へ弾みをつけた大分でございますけどさ、今回甲府戦の振り返りですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、もう最近長崎とか大分の J2、J3 組ですね、北九州含めたまあ九州勢の試合というのが結構僕の夜勤の人被ってしまっていて、なかなかね試合当日に振り返りみたいな動画先上げれなくて申し訳ないんですけれども、今回は大分が、しかしまあ劇的勝利ということで、本当ラストプレーでしたね。実況解説の方も言われてましたけど、もう一回あったということで、ね、本当、あれで終わってたかなと思っていたら、もう一回これねチャンスが、巡ってきた、そんなとこしっかり最後、ものにした大分でございますけど、さ、この試合の振り返りやっていきましょうということで、こちらはメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では J リーグは九州で浦和レッズを中心に、お話をしているので、よかったらチャンネルよろしくお願いいたしますということで、早速やっていきましょう。まずこちら両チームスターティングメンバーこんな形となりました。最近甲府が 4-3-3、まあ、フォーバックの方ですけどねやっているということで、ご覧のメンバーになりましたね。で、対する大分でございますけど 3-4-2-1 の形、まあ大体これが大分基本のフォーメーションなんですけれども、いろんな形試している中でもこの 3-4-2-1 のシステムに戻してきた大分でございますけれども、さ、試合結果こちらでございますね。2-1 大分が勝利ということになりました。ペレーラが3試合連続ですかね、まあ得点を挙げるということで乗ってきましたね。やっぱこうディフェンダーの選手がしっかりセットプレーでまあ点が取れるというのは、これやっぱ守備のところでも良い影響を与えると言われているんでね、そこはペレラ選手がしっかり得点決めて、守備のところもしっかり体張ってくれたんで、大分勝利に貢献してくれたという話になってきますね。で、あとやっぱり劇的ゴール長澤選手ですね。12試合ぶりの出場でしっかり最後決めるということで、やっぱりねあのシーンも見ていて思うんですけども、こう相手選手のこの狭いところ抜けていくんですね。あのボール、あのまん丸いボールがあのね人間と人間の間を縫うように、ほんとスルスルってね、ほんとこれ抜けていく、なんかサッカーというかスポーツの面白さ、そして怖さ、楽しさ、いろんなものが詰まったシーンですね。あそこ、こうほんとね何回も見たんですけど、あそこ抜けていくのかっちゅうぐらいね、これ甲府の選手と、選手の間、そしてゴールキーパーの横を、抜けていくということでね、多分あれねワンテンポシュートが速くても遅くても、そしてね甲府の選手が半歩の半歩ね、これねちょっと詰めていたとかいろいろ考えられる、本当にあのタイミングしかなかった、そんなゴールじゃなかったかっちゅう、個人的にはちょっとあの試合を見て、あのシーンかあのシーンを見て、思ったわけでございますけどもね。はい、ということで試合の振り返りでございますけど、前半レールということで、前半特に目立ったツーシャドウですね。梅崎がセットプレーから良いボールを供給することもあれば、町田選手が良いクロスを上げたりとかね、ツーシャドウ結構目立ってましたね。もちろんこれサムエル選手もね結構ね前線で体張ってっていうのはあったんですけど、それよりもやっぱりこうツーシャドウの動き、まあコンディションがいいんであろうなっていうのを感じるプレーが多かったですね。で、しかしまあ展開としてはボール持っていたのは甲府ですね。しっかり自分たちでポゼッションしながらワイド攻撃しっかり仕掛けることができておりました。このサイド攻撃というのはちょっと大分もね適応するのに時間がかかった感じがしますけれども、それでも先制点は大分ということで、ペレラ選手の3試合連続弾ですね。これでまあ先制ということで、なかなかこう自分たちでリズムを整えようとしてもなかなか難しいところで、まあセットプレーで一発ドカンと決める、あそこもなんか甲府の選手が触っているんですよね。その流れ球をしっかりペレラ選手が合わせるということで、ね、あそこやっぱさすがの得点感覚というかね、ディフェンダーの選手ではあるんですけど、本当最後までこれボールの落下地点というかね、そこを読んで決めたペレラ選手の素晴らしいゴールだったんじゃないかという話でございますけどね。そしてやっぱ最近思うのは、やっぱ外国人選手の活躍というのが大分も目立ってきましたね。これがやっぱ昨シーズンなかったんですね。まあ昨年そもそも外国人選手が少なかったというのもありますけども、しかしまあね今年は本当外国人選手は攻守に躍動してます。まあ特にサムエルもハマってきましたしね。で、ペレラ選手もちょっと離脱期間もあったんですけれども、最近やっぱこう3試合連続得点を決めたりね、やっぱなんだかんだでこう助っ人、まあ、外国人選手の活躍というのはやっぱりこうチームにこれ勝利をもたらすというか、やっぱそこを、ね、勝ち点にやっぱ絡んでくれないとやっぱ困るというのがある中で、ね、そこでしっかりこうやって結果を残すというのは大分もこれ乗っている証拠じゃないかと思っているわけでございますけどもね。はい、
そして後半レビューということで、最後の今度ウィングバックですね、井上、増山、ここが本当に躍動してましたね。自分たちで本当ね、増山選手は味方をうまいこと使いながらですけどね、ボール運ぶシーンもありました。ワンタッチでどんどんつないでね侵入していて、最後クロスまでいけなかったシーンもあったんですけども、本当この増山の躍動、これは本当見ていて面白いというか、やっぱ増山って、縦に自分で運べる選手なんで、ね、見ていて面白い選手ではありますよね。で井上選手も相手を一枚剥がすこともうまいですし、で用意どんどんこれねパスに反応することもうまいですしね、そこで本当相手の一歩半歩、抜け出すことができるんで、この井上増山の両ウィングバック、これはやっぱ J2 屈指のものがあると思いますし、この井上増山に関してはこのセットで見たときにこれ、J1 でも十分やれるんじゃないかなって感じているんでね、っていうのはやっぱりありますけどもね。でしかしまあ失点シーン、ね、同点に追いつかれてしまったシーンでございますけども、これはちょっと簡単にやらせてしまいましたね。ワンタッチでサイドに叩かれてしまって、そこからクロスが入って失点ということで、まあ、あれゴールキーパーどうしようもないですね。ウリアン・リラー選手がヘディングで決めたんですけど、やっぱり彼は本当フィジカル能力も高いですし、ね、まあ、先発自体が久しぶりだったみたいですけどもね、本当脅威の選手、この試合もね、まあ、10番背負っているだけあるんですけども、やっぱこう迫力あるプレーもあったんで、この選手がしっかりフィットすればね、甲府も、もっと上に行けたんじゃないかっていうのをやっぱり感じたわけでございますね。でしかしまあドラマは後半アディショナルタイムに、ね、待っていたっちゅう話でございます。まあ、正直ね、さっきも最初も言ったんですけども、実況解説の方が言った通り、あそこでも終わったかなって、一旦ねこうゲームを切るタイミング、まあ、試合終了のホイッスルを、鳴らすタイミングっていうのあったんですけど、それもしっかり終えたが、あの時間帯トータル、ずっとそうなんですけども、ね、しっかりセカンドボールを回収して、そこから2次攻撃3次攻撃をずっと、続けていたんで、最後しっかりこれ中澤選手は、決めるということで、ね、あれは本当チーム全体で取りましたね。これもちろん、中澤選手が決めた得点であるんですけども、しっかりチーム全体セカンドボールを回収していく、そこからまあ2次攻撃3次攻撃とつなげていく、そこの意識というのがはっきり見えて、それが報われたそんなシーンだったんじゃないかという話でございますけどもね。でこれで大分ね、やっぱこれこのプレビュー動画でも話をしたんですけども、10月1日長崎大分のこれねバトル部九州、本当大事なゲームが待っている中で、まあ、この試合の勝ち方とかね、試合内容試合結果って大事だねという話をしたんですけども、大分もこれ以上にないぐらい最高の形で長崎とのゲームを迎えるんじゃないかということになってきますね。長崎もちょっと横浜市にも敗れてしまったんで、まあちょっと逆に悪いですよね、ちょっと雰囲気というか流れがですけどね。まあそんな中で大分がね、これしっかり長崎に、勝利することができるか、それとも長崎が、一矢報いか、そこでまだ長崎と大分の、プレーオフ争いというのは、どこもちょっとねシーズン終盤に向けて本当大事な大事な大一番になっていくと思うんで、本当注目のゲームが1週間も迫っている、中話でございますけどもね。で最後こちらですね、これまた暫定順位ですね、日曜日にゲームがあるんで、今日まだゲームがあるというか、現在収録中この、ね、裏でもしっかりこれは、試合が行われているわけでございますけど、暫定順位としてはこんな形となっておりますね。で大分が5位に暫定浮上ということですね。で山形も敗れたんですよね。今節山形も敗れて長崎も敗れということで、まあ長崎山形はこれ上との差を詰めることができなかったんで、今日裏で岡山とベガウタがやっているんですね。このまあ今収録中の、真裏でベガウタ、岡山のゲームをやっていて、これ岡山が勝つと、まあちょっとね上の方まだ分かりませんけど、ベガウタがやっぱりギリギリ本当ね土壇場、ね、追い込まれてる感じがするんで、で逆にこの試合仙台が勝つと、まあ7位8位との差が広がるんで、これは仙台勝ち点1なのか3なのか0なのか、これは結構プレーオフのところにも影響を与えるんで、ちょっとねまだ試合終わってませんけどね、仙台戦がちょっと気にはなりますけども、さあ、どうなるか、まあ、大分からしてもですけどね、間違いなく勝ち点3この今節、伸ばすことができたんで、まあ今後ね最後、本当大一番となるであろう長崎戦、さそこに向けどういう風なゲームを、見せるか、そしてどういう調整をこの1週間かけて、しているか注目してみていこうと思ってますね。はい、以上になりますね。以上プロプンテージルサッカーチャンネルのつつんでしょ。よかったらチャンネル登録します。さら。